ケプラー 20E とは地球からこと座の方向に950光年先にある太陽によく似た恒星、ケプラー20の周囲を公転している5つの太陽系外惑星のうちの1つである。アメリカ航空宇宙局のケプラー宇宙望遠鏡の観測によって2011年に発見された。大きさが判明している太陽系外惑星では史上初めて発見された地球より小さい。 太陽系外惑星である。ケプラー2 e は半径が地球の0.868倍と金星よりやや小さいサイズである。この大きさからケプラー2 e は地球のような岩石惑星であるとされている。当時発見されてかつ大きさが判明している太陽系外惑星では最小の大きさであったため注目された。しかし後に さらに小さいケヘプラー3 7ビットが発見されるため、現在は最も小さな太陽系外惑星ではなくなっている。ケプラー2 e は、主星のケプラー20からわずか 0.05au の距離を約6日で好転しており、生命が存在できるハビタブルゾーンからは大きく外れている。ケプラー2 e は、ケプラー20に非常に近いため、ケプラー20に対して、 同じ面を向けたまま好転しているとされている。そのため、表面温度は1040系にもなり、表面は溶岩で覆われていると推測されており、生命が存在するには絶望的な環境である。ありがとうございます。